るところに新しい町が生まれ、住民たちが話し合いを進めていました。学校や公園を作るのにどうやって決めればいいの？火事になった時の消防の仕事は？住民みんなの意見を聞いて話し合いで決めましょうよ。それは無理よ、住民はたくさんいるんだから。問題は町づくりをどう進めるかということです。町一番の物知り、ミントさんが話し始めました。今我々は自分たちの地域の政治を自主的に行おうとしておるわけじゃが、これを地方自治という。そこでじゃ、この地方自治を実際に行っておる東京都のシステムを見習ったらどうじゃろうか。いいね。それはいいアイディアね。東京都に住む友人がおる。ホープ博士というんじゃが、彼に教えてもらいに行こうかと思う。私も行きたい。ドリーも一緒に行くかい？ホープ博士に会いに行こう。都議会と私たち。ここが東京ね。ほら、あれが東京都庁だよ。東京都のことをな、地方公共団体と言うんじゃよ。さ、博士に会いに行こう。ホープ博士。ホープ博士。ホープ博士はいるかな。はい、こっちです。ここにいます。よいしょ。いらっしゃい、ミントさん。どうもこんにちは、博士。こんにちは。はじめまして、私はホープ。ドリーちゃんだね。はい、今日はよろしくお願いします。オッケー。まず東京都の街づくりはね、住民全員で決めるのは大変なので、代表者を選んで決めています。その住民代表が集まるのがここ東京都議会です。なるほど。中を見に行きましょうか。はい。おいおい、ドリ、そんなに急ぐな。ここが東京都議会の本会議場です。わー、広いのね。ちょうど会議中じゃな。ねえ、学校施設は児童の学習の場であると。今前で話しているのは誰ですか？災害発生時には都知事です。都知事は東京都の市長で、地方公共団体の長という立場です。補佐役には副知事たちがいます。向かい側に座っているのが都議会議員で、全部で127人います。議員の代表は議長といって、前に座って会議の進行役をしています。88番東一郎君。議会はどんな仕事をしているんじゃろうか。都知事は議会に予算といって、東京都の仕事を進めるのに必要なお金の使い方だとか条例を提案しています。これについて議員が意見を出し、話し合って決めているんです。条例って何ですか？東京都における法律、つまり決まり事のことです。議会には都民の要望や意見を聞いて十分に話し合い、東京都の仕事に反映するという重要な役割があります。たくさんの分野にわたっているんじゃろうな。はい、その通りです。公園や道路、緑地などを整備したり管理すること、学校や美術館、動物園など施設の整備や管理もそうです。水道や電車、バス事業などの経営、警察や消防の仕事についても議会で話し合われています。さらに子育て支援などの福祉や病院など医療に関する対策も行っています。話し合っていることは本当に住民の生活にとても身近なことばかりなんですね。都知事や議員は住民たちが選ぶわけじゃが、投票や立候補には条件があるんじゃろうな。はい、投票できるのは満20歳以上の日本国民で、東京都に3ヶ月以上住んでいる人です。立候補できる条件は知事と議員で少し違って、都知事の場合は日本国民で満30歳以上の人、
議員の場合は選挙権を持つ満25歳以上の人です。住民代表として選ばれた知事と議員はお互いの意見を出し合い、決まったことについて力を合わせて仕事を進めるんじゃな。ところで都議会はいつ開かれるの？毎年決まった時期に開かれます。2月、6月、9月、12月で定例会と言います。他にも必要がある場合に開く臨時会があります。本会議の他に委員会というのがあります。ここです。入ってもいいのかしら？大丈夫ですよ。本会議と委員会は誰でも聞くことができます。ここが委員会か。本会議より規模が小さいの。地球温暖化対策について東京都の博士、どうして委員会が必要なんじゃろうか？限られた期間の中で全てのことを全議員で話し合うのは時間がかかって能率がよくありませんよね。だから少人数の委員会を作って専門的に調べたり話し合ったりするんです。委員会にはそれぞれ役割があって、まず東京都の仕事を9つの部門に分けて担当しているのが常任委員会。それぞれの議員はどれか一つに所属しています。必要な場合に設置される特別委員会というのもあります。物事を決めるには本会議と委員会の両方で話し合う仕組みなのね。そう、最終的には本会議で全議員によって賛成か反対か多数決で決めるんです。他にも議会の進め方などを話し合う議会運営委員会があります。都議会と知事の関係じゃが、両方とも住民から選挙で直接選ばれるんだから対等な関係なんじゃろうな。その通りです。議会が知事の方針に反対であれば不信任の議決を行うことができます。不信任？ふさわしくない、適さないと意思表示をすることです。知事が不信任の議決をされた場合は議会を解散するか知事が辞めるかどちらかとなります。住民たちは選挙以外にも直接的に政治に参加できることがあるんじゃろうか？はい、例えば条例の制定や改正、廃止の請求ができます。他にも知事や議員を辞めさせたり議会の解散を要求することなどもできます。これらを直接請求権と言います。なるほど。地方自治は民主主義の学校と言われてるそうじゃな。地域の身近な問題に取り組むことで住民は政治を知り、さらに民主主義の考えを身につけられるからです。いやいや、ホープ博士、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。お役に立てて光栄です。さあドリー、町に帰ってみんなに教えてやろう。はい。ミントとドリーの町では早速選挙が始まりました。議会を作り、自主的に地域の政治を行う準備が進んでいます。